いやめんどくせえからトモエサで釣りてんだけど、これ無理かな。こんだけ触ってて落とさねえもんな。から出しやがんだな。やったやった、でも釣ったぞ。クソ、マッシュでできるの釣ろうと思ってんのにこんなちっちゃいじゃしょうがねえな。意味ないっすよ。鳥小屋ロープはでかいのが釣れるっていうから来てるのに。ちっちゃい、全然ちっちゃいや。触りますよ。上で全然触りますよ。上でも触るし、棚でぶら下がっても触るから、ま結構広い範囲にいると思うんですけどね。
せなきゃ間違っても釣れないですからね。もうね、どんなあたりでもいいからね、合わせないとね、間違っても釣れないですよ。あれ飲んねえやつでしょ。ちょっと面白くなってきました。いやー、なんで飲んでんだあれ。2人でもいいからね、合わせないとね、間違っても釣れないですよ。あれ飲んねえやつでしょ。ちょっと面白くなってきました。こんなに吹かさなきゃ当たんねえんだもんな。何ちゅう魚だよ、まったく難しすぎるわ。いやー、なんで飲んでんだあれ。くそー、ないと思うけど、こんだけ当たってりゃ。何時間ぶりだ。やった、3つ目。いや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 、やったやった、何時間ぶりだ。やった、3つ目。いや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 、やろう。どうだ、見たか。さんざっぱらから出しやがって。やったやったやった。こんな小べらで大喜び。
もう今日思い残すことはないですもう満足です。今日の目標の4個目ゲットいや、到底たどり着けない目標かと思ってたけど、たどり着けたそれはどうかなまあでも、当たり出るようになってきた。よいしょ、やった、これは嬉しい1枚だな。さっきので終わりかと思った。俺の勝ち。